女優の伊藤沙莉が17日、自身のツイッターを更新。4人組アーティストのキングヌーでボーカルを務める井口悟のツイートに反応し、話題となっている。伊藤はこの日、エゴサーチしていたところ私はキングヌーの井口さんの夢の中ですでにパンツを履いている井口さんにパンツを履かせていたことがわかりました。井口さん、そしてファンの皆様すみませんでしたとツイート。これは、16日に井口が自身のツイッターにて、パンツ2枚重ね着してることに気づいたんだけど、これが老化か、と報告した後に、ああ、きっと今朝夢で出てきた伊藤沙莉が履かせてくれたんだ。で、パンツは夢じゃなくて現実だったってことかよかったそういうことかよかった、と、伊藤の名を出していたことを受けたものだった。伊藤のツイートに、井口は、いや優しい。謝るのはこっちです。勝手な妄想失礼しました、と反応。過去に映画、劇場、2020年で共演したり、伊藤が出演していたドラマ、ミステリという勿れ、2022年の主題歌をキングヌーが担当したりと交流があることから、ドラマでも大変お世話になりました、と伝え、沙莉さんはもちろん、伊藤兄弟ともども好きです。お兄さんによろしくお伝えください、と、伊藤の兄でお笑いコンビオズワルドの伊藤俊介と絡めてメッセージを送った。その後、伊藤は井口からのメッセージに、こちらこそ大変お世話になりました。素敵な主題歌でぶち上がりました。こちらも兄弟ともども大好きです、と感謝、夢の方にもまたオファーいただけたらいつでも出演させていただきたい所存ですので今後ともよろしくお願いいたします、とユーモアあふれるリプライを送っている。伊藤と井口のやりとりに、ファンからは、井口さんのツイートに反応する沙莉ちゃんかわいい、なんだかほっこりした、夢の中の話してるの素敵、沙莉ちゃんも井口さんも神対応、ノリ良くて最高すぎる、井口さんの、お兄さん、呼び、笑、など、多くの反響が寄せられている。